イド YouTuber マジカルロリポップメアリーとスリーピンです。萌えキャーン、イエーイ。本日のおもてなしは、はい、ちょっと高めのお買い物をしてきたので紹介をしようと思います。お買い物紹介ってやつですね。そう、購入品紹介、購入品紹介、お YouTuber っぽいしていこうと思います。イエーイ。今回何を買ったかというと、バックパック、リュックを買いました。リュック、そうで、私いつもリュック以外のカバンが持てなくて、あ、こういうやつ、あ、こういうやつえ、なんか嫌じゃん、わかる、わからなくもどっか置いてきちゃいそうだし、片手取られるしっていうのが嫌で、絶対リュック。あと、めちゃくちゃ荷物が多いのだし、メイク道具一式と iPad と書類とか全部入ってんのか、全部入れてて、いつ家帰らなくても大丈夫セットが入ってて、から本当に重くて、あ、ランドセルぐらいあると思う。重っ、私超ちっちゃいわ、こんなんだもん、いつもパンツで、前のリュック乗ってきたんですけど、テニーテニーっていうね、はい、有名ブランドのリュックで、去年に買って、お、1万ちょいくらい、これリボン結ぶのめんどくさくてなかったらなって、このリボンが可愛くて買ったんだけど、これ見たらわかるんだけど、あー、もうジッパーのとこが何これみたいな一生閉まらない、こんな壊れ方するんだ。え、そうそうそう、一回閉まる決まるのよ。何回かやれば閉まるんだ。あ、そうけど閉めるじゃん、気づいたら後ろからウィーンって風邪と中間ぐらいから開いてるみたいな。最悪だね、怖い。え、そう、え、めっちゃ怖いじゃん、危ない。背負ってても、あ、今開いてる開いてるやだー、絶対やだー、なり始めたからこれはやばいと思って、やばい、さすがに。なんか最初ね、閉め忘れちゃったかなみたいな、さすがに違うわ。これ本当はクチュクチュしてて、このくらいなの。あ、本当だ、なんか伸びちゃってる。そう、なんかここがさ、わかる？こんな長いわけないもんね。だってどう考えても。そう、よーってしちゃって。どう考えても長いわけないわ。ちょっとさすがに。これちょっと買いますと思って。海外時。そう、海外時だなーと思ったから、大人になったのもあるし、バックパックってまあこんな感じヘビーユーズするし、普段から使うもの、たくさん使うものだから、ちょっといいもの買っちゃおうかな。と思って、いろいろね考えて、一緒に MCM も考えたんですけど。お、出た MCM。 MCM 可愛いからね。可愛い可愛い。新宿のランドセル。そう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 。歌舞伎町で。歌舞伎町だ、歌舞伎町のランドセル。あの秋葉原で吉さんが探してた、多すぎると思って。あ、まあ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 。意外とちっちゃいよね。あ、そう、でかいのがあるんですよ。あ、大きい。みんなが使ってるサイズは、そうそう、まずまず私使えない。一回り大きいサイズがあって、それだと形なんかでかすぎてあんま可愛くないけど、かぶっちゃう絶対。まあまあ。ちょっと MCM をやめようってなって、何しようかなと思った時に、カバンといえば、ビトン。といえばなの？革製品といえばビトンはわかるけど、え、そう、なんか、革製品が好きっていうの。あ、そうね、そういうことか。で、大人になってブランド物買いたい。考えた末のビトン。ブランドも一切興味なくて。そうなんだ。あって、ドクターマーチ。大好き。そうそう、メアリー大好きだった。靴もドクターマーチ。一個くらいちょっとね、ブランド物買ってもいいかな。お、いいじゃないですか。買おうと思ったんだけど、新品実店舗で買うのは高くないと思って。まあね。めっちゃ高いイメージ。しかもなんかドアマンとかいるじゃん。うん、すね。そこはいいじゃん、買うたいから。怖い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 。ドアマン怖すぎだろ。銀座のビトン見たことある？スッて開けてくれる。あれ楽しくない？テンション上がる。いやいやいや、申し訳ないみたいな。私服 GU とかだから。あー、そっか。あんまそれは入れないかもね。店員も怖いわ、みたいな。絶対見下してるじゃんって思っちゃうから。買えないじゃん、それしたら。そう、だから、今回は、新宿のヨネヒョウさんっていう、中古ブランドショップで買い物に行ってきました、さっき。その VTR を。VTR を。VTR を。はい。どうぞ。リピンです。今日はリュックサックバックパックを買いに来ました。バックパックいいものぐらい買っとこうと思って、ちょっとブランド物のいいバックパックを探そうと思って新宿に来ました。新品はちょっとまだ買えないなと思ったんで、今回は中古ブランド屋さんで探していこうと思います。じゃあ行ってみましょう。買ってきました。本当にめちゃくちゃ可愛いバックパックがあったんで、ちょっと買ってしまった。ちょっと上がったんだけどね、本当に可愛くて可愛いんで、ちょっと後でゆっくり紹介しようと思います。シャッキー、帰ってきました。で、今から買ったものをね紹介しようと思います。VTR の中でも言ったんですけど、めっちゃ可愛いんで、わ、これすごい。何買ったのってくらい大きいね。実物大きくないですか。はい、じゃあ取り出してきます。箱はないんだけど、あ、この袋はドンって書いてるの。あ、そのままあれな、売ったのかな。
ちゃくちゃ綺麗。新品未使用ですかって聞いたら、新品未使用ではないけど、多分1、2回しか使ってないで、この方が飽きちゃったので、ちょっとね、妄想しちゃったよね。やっぱ新宿夜の街なので、メンズなんですよ。そういうことか。だからホスト様がもらって、ちょっと1回使ったまますぐ売った可能性はあるのは見てみましょう。いきましょう。ビトン久しぶりに見る。嘘。え、あ、ザ・ビトンだ。え、可愛くない？めっちゃ可愛くない？私赤大好きだから反応しちゃう。そう、色々でちょっと見たんですけど、本当は黒のこういうのとか、うん、いわゆるヴィトンの四角いがホログラムみたいな、はいはいはい、分かる分かる、を見てたんだけど、うんうん、なんか背負ってみたらおじさんのビジネスバッグみたいになっちゃって、まあ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 分からなくもない。そうそうそう、だからちょっとあーって思ったらこれがいて、色もネイビーで、あ、ね、ネイビーに赤い、ネイビーでそんなにガチッとしすぎてないか、うんうん、かわいい金具とか見て、金具とか全然削れてない、本当に光ったかみたいな。確かに新品感がすごい。お尻の部分もさ、ここ普通ね、傷が入っちゃうけど全然入ってないから、一回も地面に置いてない、置いてないだから結構かわいいでした。確かになるでしょこれ、なるこれはなるなる。で、このロゴがね、逆さになってるの。本当だ、逆だ、かわいい。めっちゃかわいくないですか。マジで大きいな。でもマジで大きいけど、これとメリージェニーと並べるやばくない？サイズ変わんないから。本当だ。iPad Pro も入る。キンさんの荷物、おお。これを買ってきました。可愛くて、本当に可愛くて、これが一番いい。可愛い。これは可愛いわ、めちゃくちゃ。え、可愛いよ。可愛いこれ。普通に絶対。え、これはまあ被んない、見ないもん。でしょ？見たことない。初めて見た。見たことないよね。これ初めて見た。と思って。この。被りたくないし、かわいい、いいやと思って大切に使います。まあまあちょっと雨とかにね、そうそう、防水スプレーするしかない。本当にこれ防水スプレーするいいのかなと思って。今後は防水スプレー絶対必須だから、ね、あ、本当に気をつけないと。エクセイじゃん。気をつけない、 やって乾かさないと。これはいい買い物ですよね。気になるお値段、お値段一番気になるでしょ、皆さん、お値段が。じゃあメアリーちゃんはいくらだと。私ちょっとヴィトン昔持ってて。おお、持ってたの。やつが30万ぐらいだ。こういう普通のあのトートバッグか、トートバッグ。メアリーさ、うん、なんで買ったの？なんかノリ。ビトンはノリでと思ってるから。え？で買ったんだけど、いくつだったっけな。ま、18歳以上の時。10もっとした。え？10代。とにかく10代で買ってたんですよ。それで学校とか行くとちょっと浮く。学校浮くっていうのに気づいて、ちょっとこれやめようって思って売りました私も。ビトンは。もったいない。でも売っても10万もいかなかった。え？だから30万で買ったものがいくらで、もう6万とか。それこそ、うわー、え、買って何年くらいする？1、2年使って、あ、3、4年経って売ったから、もう本当に古いって言われて。そう、昔流行ったね、白いやつなの。子供が使うもんではなかった。で、また5、6万で売るじゃん。で、それで出すってなったらもっと高くない？え？でもそんなする？わかんない、今最近のあれ、中古ショップ難しい。じゃあ5万ってことで。あ、ちなみにこれ2017年の方です。2017、最近じゃない？え、わかんない。で、ネットとかででも、まあ、大体同じくらいの値段です。じゃあ発表しますか。え、5万でいいですか？ファイナルアンサー。5万でいいや。わからん。はい、5万。はい、じゃん、35万。え、これそう、これ35万すんの？そう。嘘でしょ。中古で？中古で。え、新品っていくらなの？え、そう、それは知らないんだよ。これ調べたくない？新品の値段気になるでしょ、これ。え、めっちゃ気になる。気になるよね、定価。うん、定価が出てこないね。アマゾンでも48万6000。新品じゃない？ほぼ新品かな。新品がだから、まあ、約48万ぐらいだから。え、めちゃくちゃ安くない？そしたら電話しますか。え、めっちゃ可愛いんだけど。どうだろう、目を背負っとこ。すいません、ちょっとお問い合わせをさせていただきたいんですけど。はい、どうぞ。はい、ルイ・ヴィトンの、モノグラムインクアップサイドダウンアポロバックパックを買ったんですけど。アポロバックパック、はい、ありがとうございます。それの定価のお値段を知りたくてですね。はい、アポロですと定価も半分長くて、今の定価というのは分かりかねてしまうんですね。あ、当時の定価でいいんですけども。はい、では当時の定価が分かればお伝えできると思いますので、はい、L 分がこう逆さに書いてあるものですよね。あ、そうです、そうです、そうです。あ、そうですね、はい、ありがとうございます。こちらですね、最終の参考状態と
ました。ありがとうございます。はい、じゃあどうぞよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。26万何？26万3000円なの。めっちゃ安いじゃないかー。